今日のマーティー君。来た来た来た、今日も来ましたマーティー君。今日のマーティー君。元気だね、元気ですね。元気だね。マーティー、お座り。マーティー、お座り。お座り。お座り、お座り、マーティー。ダメだ。お座り。まあ、こんな感じだね、うん、できる時もあるしできない時もありますね。はい、こんにちは、まあチャンネルまあはるです。で今日はこちらですね、うん、3D ドリームアーツペン恐竜&昆虫セットで す。はい、ということで、前からねやってみたかった 3D ドリームアーツペン購入しました、うん、で今回はエシー君の大好きな昆虫が作れるものですね、うん、あと恐竜もね今回は昆虫ベースで、作っていきたいなと思います。はい、ワクワクが止まりませんな、うん、じゃあ開けていこう。はい、よいしょ。おはい、ということでこちらがセット内容ですね、うん、専用インクが4つ入ってましたね、うん、オレンジ、ブルー、蛍光グリーン、蛍光イエロー、うん、この4種類。あとこの 3D プリントパーツですね、うん、これがマジカルライトっていう固めですね。あ、これ青いライトが出ますね、うん、こんな感じね。でデザインシートはこれは昆虫編で、こっちは恐竜編ですね、うん、あとはこれトレースシートってやつです、うん、まあこの上でこう液を出してで固めるって感じね、うん、で早速作っていきたいんだけど、うん、まずやっぱ初心者なんで基本のカブトムシ難易度が優しいやつ、うん、一番簡単な、これから作っていきましょう。デザインシートの上にトレースシートを置いてマスキングテープで留めてあります。はい、はい、じゃあなぞってってください。はい、まずはこの輪郭を青のペンでなぞる感じかな、うん、そしたらマジカルライトで固めます。はい、とりあえず一通り光当てたね、うん、じゃあここにオレンジ色の塗料を中にこう流し込んでいく感じですよね、うん、はい、最後に足作ります。はい、固めるね、うん、でパパの卵半分できたのでこれ今ね剥がしたいと思いますね、うん、どうやって剥がすんだどうやって剥がすんだ。え、そこに押し込むんじゃない。あ、取れた。あ、すごい。すごいね。うん。取れた取れた。で、これまた半分作って、うん、こうくっつけるのね。うん。で、裏返したんで、裏からも固めます。はい。念のためね。うん。じゃあ、剥がしていきます。はい。よいしょ。あ、簡単に剥がれる？うん。あ、そう。お、あ、すごい。簡単に剥がれるじゃん。うん。シールを剥がすようですね。うん。おお。わ、取れる取れる。ピロピロ。ああ、ちょっと残ってる。うん。乾燥しきってない。それ反対側から当て直す必要あるね。あ、ちゃんと当てた方がいいこれ。大丈夫、ついてはいない。ほら、セット。カブトムシできた。できた。おお、ちゃんと立ってる。うん、立体的になってる。やったー。はい、ということで完成しました。まずはエイシン君のから。カブトムシ。カブトムシですね、うん、足を斜めにつける。そうだね、本当はペタッとね平面につけるんだけど、うん、斜めにつけてちょっと立体感出たね。それでこの胸の角をつけた。そうだね、この辺は説明書なかったですね、うん、はい、こちらの制作時間約30分だね、うん、結構かかったね、まあ、乾かすの時間かかるよね。そうだね、多分こんな感じだね、うん、化け物の卵みたいな感じ。そうだねすごいまだらな感じだけどね。このくっつき部分がうまくいってないかな、うん、ややずれてるって感じです。はい、続いてエシン君と一緒にちょっと作ってみましたけども、これヘラクレスオオカブトのショーってやつね、うん、うん、大ってのがさらにあるんだけど、それはすごい難しそうだったんで、うん、ショーにしました、はい、でも結構いいよね、うんうん、ちゃんとこれはね立体的になってんの、羽がね。そうそうそう、あのねこうペラペラを1枚ずつ使ってそれをくっつけていく感じ、うんうん、でこれ立体的だよね。あとちょっと失敗しちゃったのが、こっちはね黄色なんだけど、こっちはねグリーンなの、うん、ちょっとヘラクレスオオカブトじゃないんだ、うん、ちょっとなんかメルヘンなヘラクレスになっちゃったけどね。でこれの制作時間を1時間ぐらいかかりましたね、うん、結構大変だったね。はい、ということで今回ですね、こちらの 3D ドリームアーツペンを使って、虫たちを作ってみました。カブトムシとヘラクレスオオカブトね、あとは謎の卵、うん、なかなか面白いね。そうだね、ただすっごい時間がかかるんで、うん、そこだけ大変かなって感じかな、うん、
ただ作ってるのパパ好きだから、うん、こういうの細かい作業楽しかったよ、うん、でこの専用インクまだ余ってるんでなんかいろいろ使えそうだよね。そうだね、うん、ちょっと面白いことできるかもしれないんで考えていきましょう。はい、はい、ということで今日の動画面白かったなとかカブトムシよくできたねと思った方はぜひいいねボタン高評価グッドライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画こちらに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はこちらからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。